骨折の治療期間中に上半身を鍛えた藤田は狂犬になった。2015年には狂犬藤田は A 代表に初選出された。藤田頑張れ。現在36歳になった藤田の肩の調子は、はあ、藤田さあまたここ藤田のロングスローです。何度もこの藤田のロングスローから年のサポーター沸かせてきましたが、ここはどうか。藤田早く、藤田早く、すこぶり良い藤田早くて低いボール。